顔はまん丸で描くとちょっと違ってきますが、髪は少し天然パーマかかっておりまして、あちこちとんがっておりますのでちょっと難しいです。それから髪の毛の部分は案外と大きいです。羽織を描きます。後で柄を入れます。手は丸にします。鬼滅隊の制服を描きます。ベルトは白なので色が残るようにします。ボタンはチビキャラなので大きめです。日輪刀を刺しているので日輪刀があることが分かるようにしておきます。足は太く描きます。体は左右対称です。髪の中の一部に黒い色を入れておきます。髪の毛はちょっと難しいです。耳飾りを描きます。後ろにもちょっとだけ見えているようにします。目は可愛いですけれど引き締まった感じになるようにします。目の中はひし形の星を描いておきます。目の上側だけを黒くしておきます。口はキリッとします。羽織を格子にします。草履を履いています。おズボンはあんまり真っ黒にすると形がわからなくなるので部分的に塗っておきます。羽織の一つ一つを、羽織のマス目を一つ置きに黒で塗ります。黒は墨汁です。あんまり真っ黒にすると形がわからなくなるので部分的に塗っておきます。色を塗ります。耳飾りに赤を入れます。羽織は緑です。正式には少し青みがかった緑です。鬼滅隊の服は黒です。ズボンは本当は黒ですけれど焦げ茶にします。目の中は最終赤茶になるようにします。髪の毛は茶色です。ちょうどいい茶色がなくてちょっと失敗しました。主に100均のイラストマーカーを使っておりますけれど、色がないものはカラーインクとかあれこれ使っております。髪の毛の色を修正します。少し濃い茶色っぽくします。耳飾りを描きます。あざを描きます。あざもうまく描かないと難しいです。
炭治郎は根塚よりちょっと難しくて、これの前何枚か失敗しました。最後に白で調整していきます。細かく調整します。なんとかできました。オリジナルでないのでサインにシャッと入れております。他のキャラクターも順番に書いていきます。絵手紙妙華では楽しい絵手紙、鬼滅の刃系のイラスト、絵の好きな方に役に立つ情報などを提供しております。それではごめんください。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。